水島におうは、日本画家、小説家、漫画家、随筆家。本名は鹿保有。これは、南訓辞典の著者である父、水島慎次郎による命名。また、長男の幸恵は、SF 作家の京都マリア・アランである。東京府下役根岸に生まれる。1909年、東京美術学校に本画家を卒業。1911年、川島こと。 小泉勝次、小林玄太郎、広島候補ら、学校仲間を中心とした全12名で、教授者を結成する。同年11月1日から7日にかけて、赤坂三階堂にて、第1回展覧会を開催18人74点が出品される。水島はここで、某の心臓、手品を出品した。第2回展は1912年11月。 トラノモン議員会館で28名の69点を展示、ここでは新住未遂、野曲を出品した。第3回展は、1914年4月に芝公園休館行場で開催するが、1916年赤坂三階堂での第4回展で終了した。1913年、長谷川女瀬館に招かれて、大阪朝日新聞において挿絵を描き始めた。 1919年に観光の谷崎潤一郎、人魚の嘆きで総画担当。長谷川が朝日を退社後は東京日日新聞で描くようになる。また、山本露陽、竹林無双案らの同人誌、モザイクに参加、小説や戯曲を発表した。太平洋戦争中、新潟県燕市に疎開、戦後長岡市に移住した。 初代の調整教を描いた調整教の図、水島におうが、ありがとうございます。